今日は建国記念の日ですまん延防止措置の延長期間の中多くの人が三連休初日となりましたが人手はまばらなようです広島市中区の原爆資料館はまん延防止措置の延長を受け現在も休館中です平和公園を散策する人の姿もほとんどありません一方、今朝の広島市中区本通りです今日から三連休ですが

県内では今日、広島市で五百五十七人。福山市で百十五人。東広島市で八十三人など。合わせて千八十人が新たに感染。これまでに二人の死亡が確認されています。一日の感染確認が千人を上回るのは三日連続です。昨日時点の入院は四百二十八人で。重症が十五人。中等症が百五人。 確保している病床の使用率は50%を上回っています自宅で療養・待機している人は18,600人となりました